本日は東広島市に来ています。何を求めてるかというと、あの動画に触発されて駐車場がいっぱいですね。この道ラーメンが食べたくなっちゃった。 U ターンしてでも行くよ。よっしゃ、何回言うんだ。そんな嬉しがるところか。こちらのお店は今年オープンしたばかりのお店らしくて、この界隈で人気がある尾道ラーメン屋さんらしいです。尾道中華そばクラゲさんです。ではお邪魔します。お、こだわりの麺じゃねえ。無料トッピングが3種類から選べます。なんか得した気分だね。一押しのワンタン麺、今回ニンニクチップ挑戦したんよ。なんかワンタンのあんがでかいね。いや、ジュレムじゃなくてそのワンタンクラゲに例えとんだと思うわ。鋭い、勝手に決めるな。薄切りのチャーシューうまかった。シンプルにうまい。あんまり天然ボケせんね。なんかお前今日体調悪いんか。スープは最後まで飲み干す。今度来るときは気になる餃子も食べてみたいね。